それでは記者会見始めます。今日は私から特に申し上げることはございませんので、最初からご質問をいただければと思います。ご質問ある方、西野さん。共同通信社の西野と申します。普天間問題に絡んでなんですけれども、鳩山総理が23日にも沖縄を再訪されて、また沖縄の関係者の方と会談なさるというふうな お考えがあると聞いています。でこのような形で、5月末の決着に向けてですね、動きが出ている中でですね、沖縄の理解をですね得ていくということについて、どのような見通しをですね大臣としては持っておられるでしょうか。23日という日程が決まったものかどうかというのは私は承知をしておりません。そういう話が出ていると記者の皆さんの間でですねということは官房長官の記者会見でも指摘はありますが、官房長官ご自身がそういうふうには言っておられないというふうに思います。いずれにしても5月末までにということで進めておりますので、総理も言っておられますけれども、その5月末までに関係方面のご理解を得られるようにですね、各閣僚が力を合わせて努力をしなければならないというふうに思います。関連してご質問あります。西野さん。最後のところの各閣僚がやっぱり努力していかなきゃならないというお立場を理解するんですけれども、一方で福島大臣はですね、辺野古に作らせないことに全力で頑張りたいというふうな発言をされています。やっぱり閣内でですね、5月末に向けてですね一致していると客観的に見るとちょっと言い難いような状況と思えるんですけれども、こういう閣内のですね動きについてはどのようにお考えでしょうか。次第にこう5月末が近づいてきておりますので、どこかで関係閣僚会議といいますか、基本政策閣僚会議ですか、これを基本政策委員会ですか、これを開催しなければならないというふうに思います。今日も本会議場で総理にが横におられましたので、亀井先生、福島先生に対して、丁寧に説明された方がいいのではないかということを申し上げたところであります。ただいろいろ総理はじめですね各閣僚は努力しているときに、あからさまに外に向かって言うのは、いかがなものかということは私は時々閣僚懇談会で申し上げているところであります。福島さんに対しては関連してご質問ある方、水島さん。すみません、時事通信水島です。普天間で引き続きなんですが、決着の定義について総理は昨日ですね、地元もアメリカも連立与党もこの方向で行こうじゃないかと、いうものが決着なんだというふうにおっしゃいましたけれども、日米間の交渉ということでいうと、方向性ということであっても日米合意を作るということはあり得るんでしょうか。総理がそういうふうにおっしゃったとすれば、それがまさしく答えであります。閣僚としては総理の基本的なお考えに基づいて進めておりますので、それ以上のことを特に付け加えることはございません。関連してご質問ある方、滝本さん。琉球新報の滝本です。大臣、昨日委員会、沖縄北方対策委員会特別委員会だと思いますが、抑止力についてなんですけれども、その沖縄にいなければならないかどうかということについてということの議論でですね、お話しされましたけれども、また改めて、前回もお伺いしましたけれども、その沖縄に必ずしもなければならないのかということについては、どのようにお考えなのかというのを改めてもう一度確認したいんですが、抑止力ということを考えるときに、私は基本的に日本に海兵隊が必要だというふうに申し上げております。なぜそういう言い方をしたか
しているかということは、ここでも以前に申し上げたことがあると思いますけれども、まあ、沖縄の負担を軽減と、つまり、沖縄の海兵隊の負担を軽減するという議論をしているときに、沖縄になければならないというふうに言ってしまいますと、もうそれは負担の軽減にならないからであります。ただ、沖縄の海兵隊全部を沖縄以外に持っていく、つまり日本の中のどこかに持っていくということは、極めて困難でありますので、かつ、沖縄という地理的特性ということもありますので、負担の軽減を極力図りつつ、しかし一定規模のものは沖縄に海兵隊が必要であると、そういうふうに言うべきだと思います。はい、じゃあ竹本さん。琉球新報の滝本です。今の お話をお伺いした上でですね、その沖縄以外に日本のどこかに、沖縄以外の日本のどこかに持っていくのは極めて困難だと、丸ごとね、丸ごとということ、これはその政治的に受け入れるところがないからだということだと思うんですが、それを前提として、その今回 このそれこそ米軍再編ではなくて、鳩山政権での県外移設ということを検討する中でですね、その丸ごと日本の他の部分に持っていくというのは困難だというのは、自公政権でも以前のずっとこれまでもずっとそうだったということは、小泉総理がされてた時もそういうお話も、総論賛成、各論反対というような言い方であったと思うんですけれども、そういう意味ではそのなかなか困難だというのは事前から分かってたはずなんですけれども、それで具体的にその鳩山政権下でその沖縄以外の日本のどこかに具体的に持っていこうということを、地元がなかなか受け入れるのが難しいからだというのは分かりますが、じゃあ打診なりですね、実際にそのアクションとしてどういうふうなことを起こされたのかというのをお伺いしたいんですが、丸ごと持っていくのは困難だという意味は2つあって、それこそ丸ごと受け入れるところがないということと、もう一つは訓練地というのを切り離して、訓練地以外の機能、つまり飛行場の機能だけ持っていくということは、これはアメリカが、それでは運用上 その効率性が極めて悪くなるということを改めて、主張したということであります。関連したご質問のある方では、他のご質問ある方どうぞ。普天間移設問題以外のご質問のある方、斉藤さん。日中間外相会談の関係です。近く韓国で日中間外相会談が行われますが、現在北東アジア抱えている諸問題いろいろあると思います。日本政府としてですね、外相としてこの日中間首脳会談でどのような成果を期待するのか、どのような日本の立場を主張されるのか、ご見解をお伺いします。日中間外相会談というのはですね、その2週間後に開かれる日中間首脳会談の、少しこう議論の整理をするというものであります。日中間で、例えば経済、将来の共同体を目指してのですね、3カ国の FTA の議論でありますとか、もちろん三国間共通の安全保障の問題でありますとか、そういったことについて議論すると、合わせて、日本の場合であれば日中日韓、それぞれ外相会談を行うと、そういったことで、議論すべきことはたくさんあると、三国間もありますが、日中日韓間も、相当議論しなければいけないというふうに思っております。関連したご質問ある方、島田さん。マガジン X の島田と申します。関連しまして、その将来の共同日中間の共同体という想定に関してですが、その欧州の、共同体、今 EU がかなりそのギリシャの問題で危うくなっていますけれども、それでも経済共同体、もしくはそれに準ずるような、アジアの共同体というのは必要というお考えでしょうか。EU のようなレベルまで行くということをすぐ考えているわけではありません。政治体制も違いますから、主権の制限に大きくつながるようなですね、例えば通貨の統合とか、そういったことには私は相当距離があるというふうに思っています。
関連したご質問ある方、はい、伊田さん。週刊金曜日の伊田です。歴史認識の方に、少し振るんですけれども、日韓の、今年韓国併合100年ということで、昨日ですね、10日、日韓知識人共同声明というのが出ました。東大名誉教授の和田春樹さんなんかも呼び確認の一人なんですけれども、その共同声明の中でですね、韓国併合に至る過程が不義不当であると同様に、韓国併合条約も不義不当であるというふうな共同声明が出てます。説明としてはですね、その共同声明の中にあるんですけれども、日本政府は併合条約案は対等の立場でまた自由意思で結ばれたものであり、締結時より効力を発生し、ごめんなさい、すみません、メモってくればよかったんですけど、戻ってるんだ、ごめんなさい、してるんですけれども、まあ、所有の、ごめんなさい、あと省略します、過程を、検討するとですね、やはりその、韓国側が今まで主張してた通り、韓国の併合条約自体も、不義不当であるというふうに判断するのが妥当だというような共同声明を出されています。この声明にはですね、日韓歴史共同研究委員会の第1回の、日本側の座長を務められました、三谷太一郎さんも署名されています。そういった意味で今年日韓、韓国併合100年なんですけれども、政府の今までの見解をですね、見直されるよう検討する、まあ、いきなり結論は出せないと思いますけれども、検討されるというようなお気持ちはございますでしょうか。まあ、この点はですね、まあ、日韓基本条約第2条でこれは日韓両国政府が認めたものとしてですね、1910年8月22日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定はもはや無効であることが確認されるというふうにしております。まあ、これが、まあ、両国政府の考え方であります。関連したご質問ある方、斉藤さん。日中韓外相会談で、議題に上りそうな一つの案件として、韓国の、商会館のですね、沈没事案があるかと思います。この件に関連して、岡田大臣は前回の記者会見でですね、もちろんまだ韓国政府は正式な発表をしていないということは、まあ、を踏まえた上でですね、そのいわゆる北朝鮮関与説、まあ、今韓国の中で非常に取り沙汰されているんですが、この件については、一言理解はできると、一言大臣ですね、おっしゃられたというふうに記憶しております。前回の記者会見ですね。理解をするって言いましたかね。理解という言葉は理解はできると。北朝鮮関与説というのは私が質問の中で使った言葉であって、大臣は北朝鮮関与説とはおっしゃっておりません。質問を受けている中でですね、その韓国の国内の動きについては、まあ 理解はできると、反応については理解できるとこうおっしゃってます。これは間違いありません。私は、まあ、ちょっと議事録を見てみます。はい、となるとちょっと記憶ご記憶にないとなると、ちょっとこの後の質問の振り方が非常に難しいんですが。いや、どうぞどうぞ。いいですか。はいはい、そのまさにその、まあまあ、理解できるというふうにおっしゃられたですね、背景にはその岡田さんご自身もですね、これまでの種々の情報分析を踏まえた上で、この沈没問題、まあ、ある種の、まあ、見方というものがあるのかどうか、この点をちょっと確認したいと思いました。そしてまたそれをそうしたことをですね、その日中韓外相会談の席上でですね、さまざまな意見交換するのかどうか、この点も合わせてお願いします。まあ、この問題は非常に重要な問題ですので、多くの方が亡くなったわけですし、まあ、そして、まあ、事故ではないという見通しが非常に強いわけですから、非常に重要な問題で、日中韓外相会談でも、まあ、議論になるというふうに思います。ただ、まあ、日中韓のこの外相会談をやるタイミングではまだですね、正式な結論はおそらく出ていない、まあ、そういうタイミングでの議論になると思いますので、やっぱり基本的には正式な、今韓国を中心にですね、アメリカとか、まあ、スウェーデンとか、まあ、いくつかの国の人々が入って調査を行っておりますので、やっぱりそれの結果をきちんと見極めた上で議論すべきです。それまではやっぱ決定的なことは言うべきでないと、そういうふうに思っています。
関連してご質問ある方、では他のご質問ある方、はい、滝本さん、琉球新報の滝本です。普天間問題とは関係なくなんですが、その沖縄の基地負担軽減という文脈の中で、嘉手納飛行場にですねの騒音の問題もやはり今現在ある嘉手納飛行場の問題自体があると思うんですが、その中でも昨今、また外来機がですね飛んできててですね、いう中で、地元もずっとこう反対、抗議反対の決議をしたり、いう形があるわけなんですけども、その鳩山政権でずっとこう沖縄の負担軽減、この文脈は普天間の単なるその移設だけではなくてですね、沖縄全体の基地負担の軽減ということで掲げておられると思うんですね。そういう意味で、その中でその外来機がまた入ってくると、でなかなか地元のその農だということについてなかなか一定のその答えもないというリアクションが、その目に見える成果がないということについて、どのようにお考えかという部分をお伺いしたいんですが、嘉手納も、私が嘉手納に行ったときに確認した話では、嘉手納そのものにいる飛行機は時間を、一応守って、夜間、あるいは早朝のですね、離着陸というのは控えていると。しかし、外来機といいますか他から飛んでくる、そういう飛行機が、そういう時間帯も含めてですね、あると、こういう話だったと思います。沖縄負担軽減という中でこの嘉手納の騒音をいかに減らしていくかということも重要なテーマでありますので、もちろんそれだけに限りませんけれども、そういった問題についてもですね、しっかりと日米間で議論していかなければいけないと、そういうふうに思っています。はい、竹本さん。琉球新報の竹本です。その今の問題に関連してなんですけども、先ほど申し上げたようにその地元 の, 県自治体の議会などはですね、そういうその今でも負担が大きいのにさらに外来機が入ってきて騒音が増えることについてノーだということで外来機の飛来移住をやめてくれという決議をしたりするわけなんですけれども、でそういう決議をやはり現地の司令官なり嘉手納の司令官なりですね、そういうところにその趣向しに抗議文を趣向しに行こうとするんですが、なかなかその今応対を受け付けないというような状態があるようなんですけれども、嘉手納の空軍の司令官とかがですね現地の米軍の責任者ということになりますが、その分というのはこれまでもずっとそういう決議なりですね、そういうことが施行されたりしてるんですけれども、なぜそういうふうにそもそも施行の受付がなされないのかということ、理由自体も自治体もわからない、地元もわからない状態なんですけれども、そういう事態についてまずお聞き及びかと、それと、その事態についてどういうふうにお考え対処されるお考えあるかお伺いしたいんですが、受付ないかどうかは私承知しておりません。ただ、私は嘉手納に行った時の話しぶりから見るとですね、おそらくそれはその基地の責任者、司令ですか、その、権限を超える話なんだろうというふうに思います。つまり、嘉手納空港に外来機がやってくるということは、彼の決定できる話ではないということで、よりハイレベルで議論しなければならないと、そういう意味ではですね、やっぱり日米両国間政府で議論しなければいけない、そういうテーマではないかと思います。関連したご質問ある方、島田さん。マガジン X の島田と申します。基地負担の件で、その例えばその普天間にしても、その設立当初はその周辺に住民というのはほとんどいなかったけど、それがいなかったと私は記憶しているんですが、それがその時間が経つごとにその経済圏として成立していってしまったということがあると思うんですけれども、その基地が仮にその無人の島とかにできたとしても、その後経済圏が発達した上でですね、さらにその住民が増えてくるっていう可能性もないわけじゃないんですが、その基地をじゃあそういう安全なところに移転した先、後の街づくりの構想とかっていうのは考えているんでしょうか。普天間の場合にはですね、かなりもうすでに、基地が後からこうできた形でですね、人が住んでなかったわけじゃないと、そういうふうに私は認識をしております。学校なども、当初からあったと、後からできたものもあるかもしれませんが、
かなり早い段階から学校があったということであります。まあ、ですから今おっしゃったようなことを考えると、やっぱり人の住みそうな場所にはなるべく作らないという、まあそういう発想になってくるんだというふうに思います。まあ現行案というのはそういう発想でできているというふうに思いますが、まあそれ以上のことはちょっと今コメントを差し替えた方がいいと思いますけれども。はい、はい、関連してます。上出さん。フリーランスの上出と申します。日米関係について関連あると思います。実は今日金融省亀井さんのですね、まあ、いわゆる第二記者会見に参加しまして、そこでちょっと、そのまま言うとあれなので露骨なので言いませんが、その中で日米関係全体のことを考えて、外務省はアメリカの、まあ、外局のように成り下がっていると、もっと厳しいことを言ったんですけど、まあ、そういうことも含めて、まあ、普天間の問題とかいろんな問題言ってられましたが、まあ、大臣としてですね、そういうご認識、まあ、実際に亀井さんどう話されたかも含めて、もしご説明できる範囲でどうご認識されているか、そういう問題について、外務省の役割ということについてですね。まあ、今日閣議の前に亀井さんとは隣同士ですので、まあ、普天間の問題少しお話をしたんですけども、どうせ言うなら私に直接言っていただければいいのになというふうに思いますけどね。はい、いやいや、今日は普天間の話したわけですけども、何かその外務省がアメリカの言うなりとか、まあ、そういう発言は全くありませんでした。はい、そういうあれは私当然説明したと思いますけども、あまりそういうなんていうか固定観念で見ない方がいいんではないでしょうか。言うなりならこんなに揉めてないですよね。関連してご質問ある方おられますか。はい、岩上さん。フリーランスの岩上です。今の上出さんの質問に関連して、ご質問させていただきます。上出さん奥ゆかしく詳しく説明されなかったんですけれども、私もその亀井大臣の会見に出てまいりました。正確に申し上げますと、郵政改革の一連のですね、作業に際して、大塚副大臣に対して、外務省から随分圧力がかかったと、条約局のですね、局長までいらしてですね、このままでは大変なことになってしまう、日米関係が大変なことになってしまうと。で、具体的にはその現在郵政改革を進めているその方向に進んでいくとですね、外資を含めた、まあ、民業圧迫になると、という形で外務省側からいろいろな方々、幹部の方々が、何度もいらしてですね、その郵政改革を思いとどまるようにという圧力があったということで、それに対して非常に亀井大臣憤慨されてですね、どこの国の外務省だよ、国務省の、まあ、言ってみれば視点のようなものではないかと、アメリカの国益とそれから外資の、まあ、利益を代弁しているのではないかというような、まあ、ニュアンスのですね、まあ、強い言葉で、まあ、怒りを表明されていて、それ断固としてそれは CIA に暗殺されるまでは跳ねのけるみたいなまあおっしゃってたんですけれども、まあ具体的にはこういう言葉です、こういう言葉でですが、とはいえ全部インターネットも入っていて、フリーにアクセスできる中継できる場でやはり強くですね、この懸念というものを表明されていたので、外務省の幹部、条約局局長というところまではっきりおっしゃってましたので、こうした幹部がですね、高官が実際郵政改革に対してマイナスの働きかけといいますか、まあ否定的な働きかけをされたかどうか、それを含めてまたそれについて、大臣としてどうお考えなのかお聞かせいただきたいと思います。はい、まず郵政改革法案に関して、まあ、私が今からもう2ヶ月近く前になりますが、これはきちっとフォローするようにというふうに命じまして、まあ、キラー政務官やあるいはまあ、関係経済局や条約局で、ずっとですね、まあ、法案に関して協議を行ってまいりました。そして、まあ、かなり私たちの意見が入ったところもありますが、まあ、最終の場面で、やはりその内国民待遇、まあ、これがきちんと確保されないと WTO に提訴されかねないということで、まあ、ぜひ、
まあ、そういったことも念頭において、少し条文をきちんと根拠になる条文を置いてもらいたいというふうに、まあ、私は申し上げました。そして具体的説明は条約局長にさせるからと、まあ、経団局長と条約局長に、キラ政務官にしてもらったわけであります。まあ、結果として、条文は変わりました。少しですけども、そしてまあ私はおりませんでしたけれども、30日のですね、まあ、閣議でこれ決まったわけですね。その直前に、まあ、そういう形で、まあ、意見交換させていただいて、まあ、円満に条文に多少修正を加える形でまとまったということであります。まあ、それが入ったからじゃあ WTO にこう提訴されるということが 100% ないかといえば、まあ、そういうことは断言できませんけれども、まあ、仮に提訴ということになったとしても、こちらとしてはきちんと対応しているという、まあ、そういう抗弁をですね、することができるだけの根拠は置くことができたのではないかと、まあ、そういうふうに思っています。これアメリカがどうのこうのという話じゃなくて、国際的な、まあ、貿易通商のルールの話であります。はい、はい、関連者、岩上さん。フリーの岩上です。引き続き関連で今のくだり確認させていただきたいんですけれども、変更された条文というのはどの箇所でどのように変えられたのか、ご記憶の範囲で、教えていただきたいということと、それからアメリカがどうのこうのというわけではないとおっしゃいましたが、この、まあ、外務省の姿勢の背景にですね、アメリカ側からの、まあ、圧力とか、あるいは申し入れとか働きかけとか、そういったものがあったかどうか、その点について、まあ、アメリカの官民ということを両方でですけれども、その点にもついて言及していただければと思います。アメリカから意見というのは来ております。でもこれアメリカだけではなくて EU からも来ておりますので、まあ、やはり内国民待遇、内外務差別、つまり日本の企業だけを特別扱いしないという大原則はきちっと確保していかないと、まあ、それはまさしく日本が非常に保護主義的なことをやっているということで提訴の対象になりますので、まあ、それ常識の問題としてですね、きちんと対応しなければならないというのは当然のことだというふうに思っております。別にアメリカから来たということではなくて、それは貿易立国としての日本としてですね、国際ルールに反するようなことをやるわけにはいかないということであります。条文はちょっと記憶しておりませんけれども、非常に技術的な書き方ですけれども、しかし、いざというときには、まあ、こういった規定が置いてあって、そういう差別的扱いはしないということが言えるような形になっております。関連したご質問ある方で、他のご質問ある方、井田さん。週刊金曜日の井田です。外務報奨費、いわゆる外交機密費の、使途について、お伺いします。先般野中広文元官房長官がですね、自分が、官房長官時代に報奨費を、政治評論家に名簿に従って配ってたという発言がありました。で、外交報奨費なんですけれども、例えばですね、まあ、広い意味でそういう外交の基本環境を整えるために国内世論、特に間違った世論形成があれば問題なので、まあ、国内マスコミの人々に正しい理解をしていただくと、そういった、目的で、外交機密費を使われるというのは、これは適正な使途に当たるというふうに大臣はお考えでしょうか。まあ、適正かどうかは別にしてですね、まあ、外交機密費、まあ、いくつかこう用途が私はあると思いますが、まあ、通常では取り得ない情報を取るために使うというのは、これは私は外交機密費として認められる使い方であるというふうに思います。その通常では取れない情報を使うという取るためにというときに、その相手がまあ、マスコミ、メディア関係者であるということも、まあ、それはあり得ることだというふうに思います。ただ一般的にこう懇親を深めたりとか、まあ、そういうことのために機密費を使うということは私は適切ではないというふうに判断をしておりますし、その旨、私は大臣になって、省内に徹底をしているところであります。
徹底をしているところで、はい、関連してご質問ある方で他のご質問ある方、斉藤さん。あ、共同の斉藤です。東シナ海の関係でお伺いします。前回の記者会見でもお伺いしましたけれども、一つは中国の艦船のですね、航行問題、もう一つは、中国の、国家海洋局の、調査船による追尾問題、まあ、いろいろありまして、で大臣の方から、先方には抗議するとともに、そのいわゆる対話のメカニズムといったらいいんでしょうか、今後その再発防止、あるいは、不測の事態発生、を防ぐためのですね、何らか その枠組みを作る必要があるという話があったように記憶しております。その関連でお伺いしたいんですが、もちろんそうしたことは非常に大事だと思うんですが、一方で、本日、テイエーカ駐日大使がですね、都内で講演をされまして、私も見に行きましたが、テイエーカ大使もですね、その対話の重要性は今言及されてました。ところが問題はですね、やはりその原則が非常に原則部分が非常にその日中間でですね、大きく違ってまして、ご察しがつくと思いますけども、日中中間線をまたいで海洋調査船がやってきたことはおかしいじゃないかというこちら側の指摘に対して、まあ、そもそも中国は日中中間線を、まあ、認めていないと、ということでそういう議論は成り立たないという趣旨だったと思います。それはそれでまあ中国の理屈だったと思います。で問題はこの状況がですね、まあ、放置されていくとまた同じことが繰り返される。すなわち海洋調査船が、まあ、我が方の主張からすれば日中中間線を越えてやってくる、そしてまた、中国の艦隊がですね、まあ、日本近海を航行する、でこれは公海だから問題がないと、そして日本の自衛官がまたそれを追尾するという状況は今後もまあ生まれかねないわけで、それをそうした状況ですね、何らかの形でとにかくそうしたことが起きないようなですね、何らかの対応策というのは考えられるのかどうか、もちろん対話が大事です。それとまた対話と同時にですね、何か他にできることがあるのかどうか、ここで何か大臣アイデアがございましたら、お伺いしたいと思います。同時に日中外相会談ございますね、今度そこでもし何か取り上げるとすればどんなふうに取り上げたいのか、抱負もお願いします。まあ、少し厳密にきちんと議論した方がいいと思います。今おっしゃった中で、別に日本の排他的経済水域であっても中国の艦船がこれは軍も含めてですね、そこに入ってくることはこれは国際法上何の問題もありません。そのことが問題だというふうにちょっと今おっしゃったので、それは違います。その上でですね、お互いの主張がこう重ね合う部分など、これどういうふうに対応していくかというのは非常に難しい問題ですが、そういったことについてもですね、知恵を出し合っていかなきゃいけない問題だと。もちろん根本解決は中間線なのか大陸棚延長なのか、そこの決着がつくということが根本問題ですが、それを簡単にそれが決着つかないと時間がかかるとすればですね、やはり知恵を出してですね、その暫定的な期間ですね、決着がつくまでの期間どのようにしていくかということについて知恵を出していかなきゃいけないんだろうというふうに思います。いずれにしてもそこまでその詰めた議論になるかどうかは別にして、日中外相会談において、いろんなことが続きましたので、そういったことについて、再発が、何度もこういうことが繰り返されないようにですね、議論はしてみたいというふうに思っております。はい、じゃあ引き続き斉藤さん。共同の斉藤です。今の関連ですが、まさに今大臣がその艦船がその日本近海を航行したこと、排他的経済水域の中を航行したことについては、これはもう国際法上何の問題もないと、全くその通りだと思いますが、今日その点についてテイエーカ大使はですね、このような言い方をしておりました。これはその正常で通常な訓練の一環であると、これが一つですね。から二つ目はこの我が国 その艦船をにつきまとったのはその日本一国であると、つまり他の隣国、じゃ東シナ海には他にはいろんな国が面しているが、その我が国 その艦船につきまとったのは日本だけだったと、で他の国もあるけども来てないと。したがってそうしたことが起きるとやはりその相互信頼を損なうということを私は心配していると、このようにおっしゃいました。法律的なことは言ってないです。
趣旨としてはおそらく、あんただけやったと、これは日中関係に損なうんじゃないかという、いわゆる道義的な問題を指しての発言だと思います。その道義的な部分に照らして今回の自衛隊の行動が、何かやはり相手を刺激するような行動だったのかどうかという観点からいかがでしょうか。一国だけだったのかどうかって私確認しておりませんので分かりません。いずれにしてもですね、なんて言いますか、海を航海上をですね、あるいは排他的経済水域含めてですね、船が航行することはこれ自由なんですから、訓練をしているときに、それを近くで見るとウォッチするということはこれ、法律上何の問題もないわけであります。そういったことは一般に行われていることであります。問題なのはやはりそれが危険を感じるほど接近をするということであってですね、それが今回の中国側のヘリコプターの近接ということでありますので、もちろん、ヘリコプターそんなに近づいてないという、そういう声もあるようですけれども、中国側にはですね、その辺の事実関係の問題というのは、私は日本のいうことを前提に議論しておりますけれども、やっぱり常識的なルールというのはあるんだと。それは日本や日米が訓練しているときに中国の艦船が近くでそれを注視するというのは、それはそのことはダメだということじゃ私はないし、それを禁ずる理由はないわけでありますので、しかしそれは危険を感じるほど近づくということになると、それはやはりまずいということだと思います。そういうことをもう少し冷静にですね、議論できるようになればいいなというふうに思っています。関連したご質問ある方で、他のご質問ある方、西野さん。共同の西野でございます。先ほどの私の質問のにちょっと戻るんですけれども、閣僚候補の中でですね、福島大臣にあまり表に向かって生むんじゃないというふうな、問題提起をされているということなんですけれども、今日の閣僚候補でもされたんですか。今日はしてません。今日はしてない、それから閣僚候補で言ったこと喋っちゃいけないのを忘れてましたありがとうございます。過去のことですから、それからですね、日米間でもう話をしてするのがもう当然の時期になっているというふうに思うんですね。5月末に決着していこうということで、でまた、12日、ワシントンで実務者協議があるというふうに聞いています。で、中身の話になるのでなかなか発言しにくいのは分かるんですけども、やっぱ実務者協議でを行っているということはですね、ちゃんと国民にですね、はっきり出していただければというふうな気もするんですけれども、12日に、実務者協議を行うのかで、どういうところがですね、焦点になるのか、どんな形で外務省の方々にですね、指示をしているのか、差し支えない範囲で お願いします。なかなか中身はお話しできません。ただ前回申し上げたように、前回はですね、これは日米安保50周年ということで、これここで申し上げたのか国会で申し上げたのか忘れましたが、安保50年ということで、議論をすると。しかしその際にも普天間の問題は当然、議論にはなるというふうに申し上げました。今回はどちらかというと普天間の問題を中心に議論するというふうに申し上げておきたいと思います。ルース大使と私の間で、基本的な考え方の整理をしてまいりましたので、しかしまだ具体的なところでいくつかですね、詰めなければいけないということがあり、そういったことについて、実務者で、技術的な観点も含めて議論してもらうと、こういうことであります。関連したご質問、別府さん。 NHK の別府です。関連というか確認なんですが、実務者協議は技術的な問題を、詰めるということで、交渉すると、つまり日本側がアメリカ側から何かを勝ち取ってくるという具体的なマンデートをもらってアメリカにと交渉しているものではないという理解なんですか。まず実務者協議という表現は使わないですね。実務者が集まって議論すると、なんかそういう会議みたいなものが決まったメンバーであるわけではございません。そ
それから、交渉ということの意味ですけれども、技術的な説明だけではなくてですね、そのいくつかの点について、議論するということになります。そこで最終的に決めることになるのか、それぞれ持ち帰って、また大使との間でやることになるのかですね、その辺は、物事の詰まり具合だと思います。関連したご質問、ニコニコさん。ニコニコ動画の七尾です、はい。視聴者からの質問を代読いたします。若干ちょっと意見に近いんですけども、こういうメールが来ました。普天間基地の問題ですが、民主党だけの問題ではないと思います。党を超えて日本全体で話し合えないでしょうか。北海道から沖縄まで知事もしくは代表者などを決めてどこに移転するかなど話し合えないのでしょうか。その結果が日本国全体の民意だと思います、というメールでございました。で、手詰まり感がいろいろある、報道がある中で、みんなで考えよう、沖縄だけじゃなくて、分担しようっていう、そういった機運が高まってきているのも事実だと思うんですが、こういった意見等につきましてどう思われますでしょうか。具体的には知事会などでもこれ議題になったりしましたですね、今までも。ただおっしゃるように日本全体で、この普天間基地の移転の問題をきっかけに、じゃあ抑止力って何だとか、何のために米軍が日本にいるのかとか、そういう議論がですね、国民の中で少し議論の高まりが見られるということは、私は非常にいいことだというふうに思います。国会でも申し上げているわけですけれども、やっぱり日本を取り巻く環境、朝鮮半島情勢とか、あるいは中国をはじめとする周辺国の海軍力を中心とした増強、そういう中で、いろんな先ほど来議論になっておりますですね、いくつかの自衛隊との接点といいますか、ヘリコプターが危険なところまで近づいてきたとかですね、そういうことも起きているわけで、やっぱり日本自身で日本を守るということがどこまでできるのか、もちろん防御的なことは自衛隊大変高い能力を持っておりますが、相手を攻撃することはできません。専守防衛であります。じゃあその攻撃、これはアメリカが担っているわけですが、攻撃するところはですね、これなしで、防御だけで国民の命が守れるのかというと、私はそれは無理だというふうに思います。そういう意味で、米軍の抑止力というものを期待せざるを得ない。でこれはもちろん日本だけではなくて、米軍は日本のためだけにいるのではなくて、この地域の平和と安定のためにもいると、そういうことを前提にして、しかし同時にですね、やはり戦後のいろいろなこう流れの中で沖縄にあまりにも過度に負担が偏っていると、それをなんとかですね、国全体で分かち合っていかなきゃいけないと、そういうことについて国民の皆さんが、それぞれですねお考えいただき、この普天間移転の問題、これはその象徴的な出来事でありますけれども、そのことについて関心を持っていただければ非常にありがたいと思います。合わせてね、鳩山総理がその沖縄の負担をなんとか軽減すると、そのために今非常に苦しまれてながらですね、努力しておられると、そのこともぜひご理解いただきたいと思います。関連したご質問の方、岩上さん。フリーの岩上です。抑止力関連で、ご質問させていただきたいと思います。海兵隊の戦力というものは、海兵隊というものは抑止力になりうるんだということはたびたびお話しいただいてきたと思います。で、2009年に、昨年ですけれども、前任の中曽根外務大臣がですね、尖閣諸島は、これは中国の脅威にさらされたときには、日米安保の対象になるということをおっしゃっておりまして、で麻生政権としてもですね、これは日米安保対象であるというふうに答弁もされていると思います。ここの一
点の確認とですね、ではその現実にはその海兵隊がその実際に尖閣諸島に対してもし中国の脅威が中国が侵略をしてきたとき出動するのかということに関してだと2005年の日米同盟変革と再編の文書の中で島嶼部については明白にですねこれは日本側の負担である、日本側が分担すると、つまり島嶼部の防衛は第一義的に自衛隊がやるものであって米軍は出動しないということが明記されております。この点やや矛盾を感じるところではあるんですけれども、実際現実性のその行動、軍事行動となった場面ではですね、果たしてこの日米安保のこの前政権の回答が正しいのか、それとも日米同盟変革と再編に書かれている島嶼部の防衛を第一義的に自衛隊が出動して行うと、どちらが優先される、どちらが正しいんでしょうか。どちらも正しいと思います。ですが一義的に日本を守るのはそれは当然日本人です、自衛隊です。日本を守ることまで米軍に依存するということではありません。ただその自衛隊の手に負えないということになれば、それは米軍の力を借りることもあるということであって、一義的には日本を守る、まあ、その役割は日本自身が行うというのはこれは当然のことだと思います。はい、岩上さんです。フリーの岩上です。確認といいますか関連してということになりますと、まあ、仮に中国軍がですね尖閣諸島に攻め入るというようなことがあった場合、自衛隊が出動し、そして手に負えなくなった場合、海兵隊が後からそこに、加わるといいますか、という形になるんでしょうか。まあ、あまり生の議論をしない方がいいと思うんですよね。そういう想像の世界ですからね。だからどこの国がということは言いませんが、しかし日本はたくさんの島嶼部を抱えておりますので、今の自衛隊の能力でそれが十分にできるのかどうか、守れるのかどうかと、もっとその島嶼部を守るための能力をしっかり身につけるべきではないかというのはですね、今議論している、防衛大綱、その中でまだ政治レベルでは議論していないんですが、学者の先生方に議論してもらっている段階ですけれども、防衛大綱を作る中でですね、一つの議論すべきテーマであることは間違いないというふうに思います。そろそろ時間ですので、今手を挙げている方に限らせていただきます。 1,2,3,4 人ですね、よろしいですか。はい、では水島さん。すみません、時事通信水島です。先ほどの NHK の別府さんの質問のへの大臣の答えの確認なんですけれども、ワシントンでの実務者での話し合いの中身というか、成り行きなんですけれども、お答えではその最終的に決めるのか、持ち帰って大使とやるのか、物事の詰まり具合だということなんですが、アメリカの出方次第では、大筋、合意のようなものに至る可能性もあるというふうに受け止めてよろしいんでしょうか。ちょっとまだ今週はそこまでは難しいかなと思います。じゃあ山本さん。世界日報の山本と申します。抑止力の関係でちょっとご確認させていただきたいんですけども、先日総理が沖縄に行かれまして、海兵隊の抑止力が理解できるようになったという発言がございまして、これはちょっと若干、失望を買っているようなところもあるんじゃないかと思うんですけれども、それとはまた関連でですね、先日の金曜日の記者会見で、抑止力については外相、岡田外相と、首相はいろいろ議論してきた経緯があったとおっしゃっておられたんですが、そういう議論の中での抑止力の議論と首相のその今回の訪沖縄でのですね抑止力が理解できたということ、そのちょっとその辺の整合性がちょっとよくわからないものですから、どういう経緯でそういう理解に進んでいったのか。それは鳩山さんっていうのはどういう人かっていうのはわからないとですね、そういうおっしゃり方をよくされる方ですので、この前前原さんもですね、いや総理はそんなことを抑止力について今まで考えてなかったとか、そういうことはありえないということを国会でも答弁されてました。私もそう思いますよ。ただ非常に謙虚な方ですから、そういう時に少しへり下ってですね、謙虚におっしゃっているということだと私は思っております。
琉球新報の滝本です。すみません、先ほど私お伺いした中でちょっとあの私自身として大臣からお答えいただいてないつもりだったんですけども、つまりそのなぜ沖縄でなければならないのかということで その沖縄の外に持っていけるのかどうかという議論が具体的に打診して断られたり難しかったということが実際にその どういうふうに検討したのかということについての具体的な部分お伺いしたいんです。まあ、ですから基地の中でその訓練中を話すということは非常に難しいということは一つあると思いますね。まあ、あの日米の話し合いですからあまり具体的に申し上げられませんけれども、それが一つあると。まあ、やっぱりセット論ですね。それからまあもう一つはじゃあセットを丸ごとですねどっかに持っていけばいいじゃないかということですが、まあ、それに適切なところというのは残念ながら出てこなかったということであります。それはやはり一定の設備もいりますし訓練中も必要であります。まあ、そういったところについて具体的なものはなかったということであります。じゃあ手短にしてください。琉球新報滝本です。それは具体的に自治体に打診されたというような行為があったのか、それとも政府内で、諸条件を考えたら当てはまるところがなかったなという、まあ、つまり机上で考えられたのか、それはどちらでしょうか。まあ、基本的にはこれは官房長官をヘッドにする検討委員会の中でいろいろ当たってこられたわけで、まあ、その中でどういうやり方をしたかということは私は承知をしておりません。はい、じゃあ最後に岩上さんどうぞ。フリーランスの岩上です。よろしくお願いします。4月末にですね、AFP が伝えた話ですけれども、アフリカのジブチに日本の海上自衛隊の基地が建設されるという話が伝えられました。その記事の中ではその海上自衛隊の二等海佐がですねインタビューに答えているというふうに伝えているんですけれども、これは戦後初の海外の基地であるというふうに伝えられているんですが、これはあまり大きく報じられることが国内であまりありません。どのようなものであるのか、そしてまたどのような位置づけとか性格を持った施設であるのか、またそれが日本の戦略上どのような意味を持つのか、まあ可能な限りお話しいただければと思います。まあ、今海賊対策で、まあ飛行機も出しているわけであります。船だけではなくてですね、その船飛行機が例えば整備をするとか、まあ、そういうことが必要になります。まあ、そういうスペースを確保したと、まあ、それを基地というかどうかは別にしてですね、まあ、いうことであります。まあ、今ももちろんそういうスペースはあるんですが、きちんとジブチ政府とですね、契約を取り交わして、そういうスペースを確保したということであります。じゃあ手目時間です。それはその整備場程度のものなんでしょうか、それとも、まあ、軍事基地と呼ばれるような性格やですね規模、あるいはそこそこの駐屯する人員とかですね、武器装備、そういったものがですね、まあ、整備場と言える程度のものなのか、それとも、やはり、自衛隊のですね、海外の基地と言われる性格を持つものなのか、その点について、もう少し明らかにしていただければと思います。まあ、いわゆるその飛行場を持って、というようなですね、まあ、そういう基地というイメージで考えていただかない方がいいと思います。で、各国それぞれ飛行機を持ってますから、まあ、そういったスペースを確保しているということであります。まあ、確か自衛隊の飛行機は2機だったか、ちょっと数私今すぐ出てこないんですけれども、10機も20機も行ってるわけではございませんので、その船を出してる、それ上からこう海賊船をこう見ると、まあ、そのために出してる飛行機でありますので、お考えのような基地というものではございません。よろしいですか。では以上をもちまして記者会見を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。